僕ちょっと岡山行ってすんげえ車見つけてきたんですよ。経年して趣味で車ばっかり扱ってるらしいんですよ、はい、旧車旧車ばっかりね、はい、先生の好きそうなやつだから先生ちょうど今日来てもらったんですよ、はい、ありがとうございます。楽しみにちょっと来てください、ね、楽しみ。もう言うてる間にもあと10分20分ぐらい着くんで、はい、うわ、あ、どうもおいさん、どうも、ほんまに来ましたよほんまに来ると思わなかったでしょ。これなんか全部ね、土地も全部合わせて1億言ってましたもんね。ね、これなんか土地も全部合わせて1億言っとって、はい、おじさん。ね、まず一つ一つ行きましょう。え、すげえこれ。何これ。先生乗って乗りましょう。どっち乗って、ね、助手席どうぞ。乗っていいですか。あ、乗って乗って。いやー、すごいな。うわ、すごいなこのポンコツ。あ、観音開きや。これ絶対エアコン効きませんよね。まずエアコンないからな。ないね。いや、すげえこれ。そやけど、これがあるから涼しい。あ、なるほど。あ、三脚窓がね。一回ちょっと発信してみ。ちょっと発信していいですか。うわ、すげえわこれ。これすごい。いや、これ先生すごい。これブレーキかへん。ブレーキかへんねん。ブレーキ。いやー、これすごい。かわいらしいやろ。ブレーキだいぶ甘いですね。これは効く方やで、まだ。あ、ほんまですか。ちょっとまだ甘い。ちょっとあれ持ってきますわ、おいさん。うわ、すごい。これテンション上がる。久しぶりテンション上がる、まさぴ。こうやってかやよ。これもな、あんまりもうバッテリーがないねん。よっしゃ。まあまあ、大丈夫かな。すげえわこれ。すごい。これはすごいわ。これな、はい、まだエンジン積み替えたとこやから、はい、ガソリンとオイル混ぜたん。あ、混合で。はい、混合で。はちょっとちょっとま慣らしのためな。あ、ほんと慣らしたら。もう慣らしたらガソリンだけで。え、これ前ありました。あったよ。ありました。うん、テンション上がってわわわわわわ。シュッと帰って。前は。そうやね、テンション上がってね。まだまだ来る、また来るわね。おじさん、また来るわ言うて、ほんまに来る思わなかったでしょ。ごめん。いや、来ますよ、そら。これはな、はい、こいつのために部品取りでこうと。ミニカーを、はい、はい、ほんなら、エンジンかかって調子ええねん。ちなみに、おいくら前で買ったんですか。え、おいくら前で買ったんこれがな、40万円。陸送費も入れてたからな。へ、どっから来たんですか。これは福岡。福岡から。あ、そらこれ、こんなん持ってる人おんねんね、これ。そらやっぱり価値が上がってない。あの、もうボロボロやんこれ。強かって、これがまたええねん。なるほど、やれた感じがね。はいはいはい、はい、うわ、このミラーとか見れんのこれ。見える。めちゃめちゃ見にくいっすやん、うん、これいざこう、あ、観音開きやしね。わざわざこういう塗装する人おんねんで。あ、なるほど、逆にサビ塗装で、ね、塗装でな、うん、これは天然やで、うん、でクリア塗ったんや。あー、なるほど。あ、もうそれ以上いかに見えるわ、ミラー。僕はこれのクーペも乗りましょう。510の1800。510の1800だ。1600は多いけど、1800はね、少ない。あ、少ない。あ、だだだだだ、うわ、綺麗やわこれ先生。あのね、シート染め球で染めた。もう中も天井も外して全部ホコリ払って。RS 渡辺が。やばないこれ。うん、渡辺さん。こういうのはね。これから値段交渉しようか。一大事。もうなんかちょっと買ってみる？はい、お願いいたします。おじさんとやっぱ値段、僕らやっぱ来るってことはやっぱ値段も安くしてもらえんよ。いや、これ300で安いんじゃん。安いでしょ。安い。300なんかじゃないよこれは。おかゆくですね。エアコン効かすようにいたします。エアコン一応ついてる。おいさんも顔はもうあれやもんね。いや、もう商売にちゃうねん。今の、今もうエアということは今ここにあれ全部もう全部マサピーさんに買い取っていただきます。いや、単車も全部あるから。これ年式どれぐらいですか。昭和47年です。ホコリカーブ、ダブルオーバーヘッドカブよこれ、うん、ダブルオーバーヘッド GT、 2000GT や。 2000GT ダブルオーバーヘッド、ダブルオーバーヘッド。なんすか、ダブルオーバーヘッド。カムシャフトが2つ。カムシャフトが2つ。エンジンの周りが違う。周りが違う。純正ソレックス。ああ、そう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 。GT はそうやった。純正ソックス。ああ、ソックスじゃ。誰が靴下。キャブレター。キャブレター。へえ、すごいな。いや、もうすごいしか言われへんの。またみんな、やっぱ昔の車みんなちっちゃいねんね。これ、純正色ですか。
これ僕が生まれて初めて塗装しました。あ、ちょっとブルーやね、うん、ほんまの純正色はこれやね、はいはい、でこの色に塗装しておって、はいはい、でこれで調色してもらって生まれて初めてこれ塗って、はい、先生、はい、これ何パワーセかな。この時代パワーセついてるんかな。ついてるみたいですね。それがなガチャガチャって音鳴るよって今日見ときや、はい、すぐ止めんで、はい、あ、すごい、あ、ほんまやね。カギ、カギ開いてるね。ギアガーでしょ。わわわ、オッケーです、オッケーです、オッケーです。すいません。キャーキャー言うとるやん。はい。すげえくないこれ。そうそう。これ 2cm っていうのは珍しいね、これ。珍しい。うん。ST はようありましたからね。そうそう。それダイハツよ。これは知らんやろ。俺も知らんかった。これ何ですか、これ。ダイハツのコンパートベルニーノ。よう知ってるな。コンパートベルニーノ。うん、コンパートベルニーノ。コンパーニ。コンパーニ。すごいな、綺麗やな、やっぱり。うわ、これもかかってる。うわこれは調子ええやつ。調子ええけど、ひげや。ずっと長いこと置きっぱなしとったら、このガソリンが全部なくなるんだ。だから盗まれたんでしょ、それや。ねそれやこれワイパーやって。これワイパーやねんて、これ。とりあえず買うた時にもう内部品を先にヤフオクで買うていくんです、うわーすげえな。だからもう多分これやったら80万ぐらい、80万やったらもうお買い得やね。これもうないでよ、これ取り合いするぐらい。そう、取り合いなんだ。俺ええこと思いついたな、総理さん。あのね、うん、先生のとこの車動かへん車を、うんうん、僕が買った車の台数こっち持ってくる、うん、ほんで部品では僕お金払いますんで直す、おじさんがいろいろ話しましょう。俺修理やっちゃうで。分かってますよ。だからこう、うん、なんかやってもらうみたいな感じで、うんうん、けど好きでしょ、なんやかんや直すの。まあまあ好きは好きやけどしんどい、もう最近。あだからもうマサピが来るからいつ来てくれるかなかなかけ今日急に来てお値段数ちゃんと見て値段を決めて、それから第2弾に分けてしまうのか。第2弾に値段交渉は第2弾に行きます。第1弾これまた岡山来ますやん、ここまで。第2弾、はい、これはもうブルーバード、これが50、これも有名やで、ね、ブルーバード 3S で、これ国産ですか。国産、日産。ものすごい人気あんねんね、これ。エンジンかけていいですか。うん、それかかれへん。あ、かからへんね、うん、多分バッテリー上がってる。すごいこれ1800、はい、1800cc の510は珍しいですよ。珍しい、ないよ。これで大体400万ぐらい、うん、これなんぼでおじさん売るんですか。これ全部変えてんねん。200万、はあ、200は250やね、もう何も頑張っても。そらマサビやったらもう一回そこなんだけど、じゃあ一回、まあ、一般の人に売るんやったらちょっと無理やね。無理無理、はい、なるほど。マサビやったら、いやそれも僕見ないんですよ。全部買い取ってくれるからもうちょっとですね、もうほんまちょろ出しをしながら。なるほど、なるほど。いや、ほんまに違うね。こんだけ大事だったらわからんねん。ほんで一個一個な部品全部変えてるやろ。これがなんぼだ、これがなんぼだ、一応ノートに書いたん。お金かかってるもん、だいぶ。そうやね、うん、これかっこいいわ。これかっこやろ。え、これこっちはどうですか。これがベレット。ベレットほんでこれがな、日本に10台しかないね。はぁ、10台しかないですか、これ。これなんて、ベレットでオートマがないんですね。オートマチックないの。日本に10台だけ。普通のベレットは何もでもあるけど、ね、ありますね。オートマチックがない。おいいね。あ、オートマやからやっぱスムーズにピュッと動くね。はらー、これは調子抜群。おいこれけどここ浮いてるけど、こう走ってる時バーン開いたりしないんですか。違うね、これは閉まんね、はい、全部浮かしたんだ、知って。なるほど。あ、なるほど、ほんまや。いちいち開けるときに。なるほど。ほんまや。こうやってやらなかやろ。はい、だから開けるのもこれ普通にこうやって開くんですか。うん、ほんまや。いちいち。うわ、ほんまや。さあ、まさびに買っていただきましょう。これね、これはちなみに、めちゃめちゃなんか乗りやすそう。めちゃめちゃ乗りやすい。あ、いい感じ、いい感じ。あ、いい感じ、いい感じ。あ、ふわふわしてる。うん、これふわふわしてるわ、カズ。いや、これすごいわ。ちょっとエンジンかけてみようか。あ、エンジンかけてみて。うわ、すごい。バックはこれ。ブレーキ踏んで、はい、ほんで、これ変えたわ。バックね、うん。サイドブレーキや。サイドブレーキここや。あ、サイドブレーキ。あ、そこ。サイドブレーキ、これなんや、これ。あ、それ下ろして、そのまま離しただけ。うわわわわ、ブレーキやっぱ甘いわ、これ。昔のはみんなこんな感じやで。なるほど。甘ない。いや、これは、ええわ。日本に10台らしいですよ、これ。
オートマはないですよね、はい、僕初めて見た。ちなみにこれはおいくら前なんですか。これね、これはね、ややこしいね。ややこしい。なんでか言ったら、はい、ベレット3台まとめてしか売れへん言われて、はあ、分かる。3台まとめてで約300近い、はい、だからこれがなんぼいうことじゃないわけやな。だからまとめて買わなあかんってことないよね。そう、それしか売れへんよって、近所のやつ。これがブルーバード。一番最初買うてきっかけになった。あ、これがきっかけになったんですか、うん、これを買って、おじさんこれを買ってね。で、そっから病気になってもう。もうずっとこれが増えていって。去年の3月から。一緒や。先生一緒や、はい。こいつの。こいつの。前な、一番最初の親父。もう一個最初はあれやけどな。あれやね。すごいな。これはめちゃくちゃ綺麗ね。出そうか、ちょっと。これはやり、カーステレオついてる。これがヘッドライト。いつも切り忘れんねん、はいはいはい、でこれオートセンサーつけて。ああ、これがオートセンサーで。オートセンサー。ヘッドライトこれいつもつき忘れるから。全部これ張り替えたるから。このマットもこれも全部。これも全部これ。シートさら。シートも。これも横もさ。だからこれが一番最初に買ったやつでしょ。何で買ったんですか。ヤフオク。はい、全部ヤフオクで。缶言わんとちょっと危ない。いや今これこれまさぴーのやつ。僕のもんなるから。そうやそうやそうや。でこれはこれはカローナ。もう昭和時代の大衆車で一番よく売れてるんだよ。これもな、はい、オートマチックや。オートマや。へえ。やばないですか先生。オートマ珍しい。これも賞味の色と走行も賞味、はい、これは走行も賞味なんですか。賞味へえ。ちょっとタイヤ空気抜けてるぐらい。25,572、うん、あ、すごい。こんなん知らんやろ。これテープもないけどな。これうわ、でっかいテープやな。これ初トラ。へえ。ガシャって言うと音楽になって。すげえな。もうあのこれ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 潰れてるから聞かれへん。こんな聞くれよ、これ昔の人。ああ、これをこうやって入れんの。ガシャッて。うわ、すげえ。これはもう潰れてるからあかんけどな。で、これで切り替えすんの。はぁ、これはちなみにおいくら前ですか。これも100万までまでやね。うん、これ。だいぶ部品変えてんの。なるほど。何が言うたらこれ37年間置きっぱなしや。へぇ。これ何ていう車種ですか。カローラ。カローラ、うん、これめっちゃかっこいいです。あの黒の、黒のサニトラ。サニトラ、うん、これめちゃめちゃかっこいいですよ先生。めちゃくちゃかっこいいと思って、もう一度青のやつこうやこれめちゃめちゃかっこいいです。これはまだ新しいでしょ。平成3年、はいはいはい、平成3年ギリギリね、うん、そう、はい、平成3年。さあこいつだけやな、昭和違うね。あ、なんかやっぱ音がちゃう。あ、音がいい。音がやっぱいいね。これはエンジンノーマルで車高として、はい、うん、ほんでアルミのラジエーター。ああ、ほんとや、ほんまや、これはええわ。これかっこいいっすやん。うん、かっこいい、うん、これすごいわ。これはええわ。すごいね。これはすごいわ。後ろもこんななってエアラもガソリン。ちょい乗りにアルファード変わったらこんな方がええで。こちらみんな何本ですね。これが120ぐらい。え、もう一つあるやつはもっと安い。昭和なんですか。うん、昭和。あれ、青。これ昭和。あ、やっぱ昭和感満載やね、こっち、うん、うわうわ。これは今から素人塗装して、もうこれエンジンオイルミッション全部デフ全部変えてもうて、一応整備はできた。これは安いでしょ。60かな、60ぐらいで、ね、出るとは思わない。これ外れてんのはわざとですか。これ違う違う違う、外れた、つけた、なるほど、つけたわ。棒でも埋めるやろ。うわ、これ見て、時計ついてる。ここ時計ついてる。時計、あー、そうやね。ね、カセットやこれ。うわー、いいな、これすごいな、うん、でこの中のチンチラはこれダサいでしょ。ダサいな、ね、これは買える。いや、もうそんな手間かけお願い、変えてこれだけ。変えたらお金かかるやん。ダサいから、これはものすごいダサいから。昭和のけど、これがええかもしれんね、その時代のですね、まあ、先生、うん、だからこんな昔ロボットあったね。こういうロボットありましたね昔。ロボットあった、はい、え、もしかしてエンジン後ろ。そう、
うわこれどうやってシート動かすか知らんけど、まさぴーは座られへんと思う。ああ、僕座られへんね、多分。絶対無理や、俺で。え、これ後ろに下がらんの？下がる。ええですよ、ええです。わからん。ちょっとエンジン見してもらっていいですか？これかわいいやん。先生、これどうですか？スバル360。交代ましょう、これ先生。スバル360。スバル。スバル360。すげえ、これ。GTX やつ、これ。GTX?うん、GTX やから GT と違うねんで、はい、これは乗っとったら目指すで GT2000 一発かかった。これはちなみにおいくら前なんですか？これが650万。650万、やっぱり、うん、安いですんねや、うん、ツインキャブやからね、うん、2000はシングルやね。これがええやつやから2つキャブレターかもしれない。 SU のツインキャブで 2000GT は1個やね。はい、これはちょっとグレードが高いよね。クーラーもついてますもんね、うん、聞けへんけどね。うわーすげえわ。何これ、先生のとこにもあったんちゃう？これこれはあれですわ、日産のスカイライン。そうそう、先生のとこなかった？あります、2台、 A と B と。それが欲しい。これは安物57。あ、どうなんだ。ああ、1500。あ、ほら、テール四角いやつですか？いや、違います。丸のやつ。あ、丸の。はいはいはい。これ、これが好きや。あ、なるほど。うん、これね、こいつ。で、先生が持ってるやつは、400万とか800万とかする。54とかあれやん。はい。これと形は全く一緒です。で、羊の皮をかぶった狼って、そうそう、はい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 。これ先生のとこは多分ここがもうちょっとこの辺まで長い。なんかちっちゃいなって思ってたんですよ。2000やからな。これがエンジンかかるんですか？上がるもんな。上がるっすよ。これもどんどん。あ、すごい。すげえ。マンセルでかかる。で、一発やね。すごいな。整備したよ、これも。はい。男のロマンやね、これも。エアクリーナー。そう。覚えた今日。それも前から集めてる。そうですね、ちょろちょろ。安い時はね、僕がちょっとええなと思うやつだけピックアップしていきますわ。違う、全部やってこれやったよ。これ何なんですか、これ。117クーペ丸め先生丸め。これはグレードは何ですか？ XC？ え、分かりません。117って書いてあるんですか？117クーペは分かんない、グレードは。あ、そうなんだ。あ、でも綺麗。でもインジェクションキャブ。あ、はいはいはい。クーラーついてんで、クーラー。確かキティンファリナやったか、十字アーロのデザインですね。ああ、そうだ。これは330万円。これトヨタ330万円。買うた時。セリカリフトバック。フォーダンミラーこれ変えて。ミラー変えて。いや、ミラー変えて、ミラーついてなかった。これ買うて、ほんでこのエンブレム買うて。はいはい。うわ、これは2000ですか？1600G。1600G。はい。え、これは何？フェラーリ Z。フェラーリ Z、セールとかありますやん。いや、でも僕らこれの1個前。ええやつや。これは130。ここは30。これは130。30方が値段高い。ね、でもこれは日本仕様やから右ハンドルで。ただちょっと珍しいのは T バールーフいて、サンルーフが。はーい。え、これもうバッチリなんですか？取れるんですか、ちゃんと？取れる取れる。サンルーフ取れるよ。これもお金かかってる。ミッション、あの、デフ直して。これ何なんですか、この時計みたいなやつ。知らん。これそれ知らんね。何かこれエンジンかかるんですよね。かかる。全然問題ない。これここトランザーみたいにここやっぱ外すの、ね、外れますね。はい。これは何本ですか、うん、これがせやからな、買い値が175で買うて、はい、デフ全部取り替えて、ほんで200万ぐらいで、ね、ほんで、いや、ほんでソレックスついたりやろ。うわーすげえ。これ3発はまってる。50杯のこのソレックスだけでも50万ぐらいするんですね。しますね。そうね。タコ足とかも入ってる。タコ足が入ってます、はい、うお音するやろうか、はい、これで変えたら。なるほど、治るんですね。メインイベント、メインイベント一番高いやつ。一番高いですよ、これ。うん。GTX2000! 2000! 出ました噂の。ケンメリ。ケンメリ。メインの。スカイライン GT!X。X。先生持ってましたよね、これ。
いや、僕は持ってないです。これ、これ800入れましたっけ。そう、800超えてるよ。815万ぐらい。あ、すごい綺麗。これはね、うちゃんね、もう1000万近くはいってるじゃん。1000万近く、うん、ね、2011やったらやっていってんね、懸命。で、これごっつい程度やねん。はい、エンジンかければ。はい、エンジンかけてくれるみたい。いやー、おしゃれ。ほんで先生、これね、耳も曲げてない。あ、耳も曲げてないし、そやからあのサーフラインがそのまま残ってますもんね。もうすごい程度ええねん、うん、これは。ほんでボンネットが重たい。これも見て、ソレックス、ソレックス、オッケー。かっこええねこれがソレックスの音。最高の音やから。最高やね、これ。いや、ええね。あ、柿の種、ね、ブルーバード、うん、これが一番僕、赤もそうですやんけど、これ内装は程度ええか、こうでこれ、はい、まだこれこうでまだ3週間ぐらい。リアルタイムで増えていってんの。増えていってんね、増えていってんね。これはこのテールランプが、そうそう、これが柿の種って。柿の種みたいから、柿の種ブルーバード。これが昭和37年。その37年より昔にまだ柿の種もあったんやね。柿の種って結構古いねんね。ほら、柿の種言うたら、はい、違う違う、それは柿の、こんなもんの柿のね。これはテールランプが柿の、ほんまに柿の種みたいな。ああ、なるほど、はい、これやね。これいく。これはもう、これかっこいい。すごいわ、これすごいやろ。中全部やり替えて全部皿。うわ、綺麗。うわ、すげえな、これ。ナビもつけたから。うわ、ほんまや、ナビついてる。ほんで、うちの会社が、はい、このハーフミラーあるやろ、はいはいはい、うわ、うわ、スカイライン、スカイライン、自分の名前でも、マサピーでも入れれる。へえ。ほんで、これは何なんですか。ガソリンゲージ。あ、ガソリンゲージ。これが GTR 仕様。これが見て、アルミのパネルなんていうの。これなんていう車ですか。これはスカイライン。スカイライン。これのフォードは。はあ。だから石やろ、全部この辺も。ほんまやね。この辺も。これはおいくら前なんで。これも605円。605円。600、うん、何もあったの。まあ見たらわかんねえ。これはすごいお金かかった。シートもね。シート、これはシートは出して柄は一緒にしてもうて、でこれはバッタモンやん。あ、バッタモンなんだ。うん、レガノンの。はいはい。でこれを色見本として生地選んで、はい、欠点は運転でけん。なんで。ハンドル重たすぎて。ああ、ね、なるほど。もうそれは切り返しするときどんだけしんどいか。重してですからね。いや、ほんまや、めちゃめちゃ重たい。曲がらへんこれ。体を止まったら体乗さな、曲がれ。はあ、いや、ほんでこちらは、これはセリカ。セリカ GTV、うん、ダルマセリカ。いや、そう。ああ、確かにダルマっぽいわセリカって書いてある。すごいね。でもすごい。これもう全然もまともに動くやん、すべてが。こういうのが流行りやったからね。あ、これね、ツアーに埋め込み。はい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 。うわ、夢の車やな、これ。これは速いで、ごっつい。速いですか。ああ、俺はもうボディ軽いし、すごい速い。はあ、これがウェーバー。音が吸い込み音がちょっと違うんです。
フレーバーってなんですか。フレーバーじゃウェーバー。ウェーバー。これがウェーバー。ウェーバーってなんですか。メーカー。あ、メーカー。あ、キャブレターのこと。向こうはソレックス。ああ。ウェーバー。で、これタコ足で。はいはいはい、タコ足に似てるから。ほら、むちゃむちゃ上がるな、これ。もうすごいしか言われへんな、ほんま。2000GX ってこれ何ですか。これローレル。これがせやから、レザー言うて、みたいな。あ、これが今ないねもう。レザー貼った。雨降っても大丈夫なんですか。雨大丈夫じゃん。ほら。一時流行ってんね、これレザー。流行りましたね。で、今の、現在残ってる車は少ない。破れてるから。うん、これはさ、2万5000キロしか走ってないし。これは、おいくら前ですか。これで200なんぼと思うんだけどな。これ絵にかかれ。かかれへんね、うん。バッテリー上がってる。かけようか。いや、大丈夫です、大丈夫です。これは普通ノーマルのエンジンやから。ほら。うん、これがまた珍しい。昭和時代のシュートノブ。このボディ見てみたら、これ見ても全然塗り替えてない。あ、ほんまやね。同じ色やね、うん。なかなか塗り替えてない車がないからな。ミサイしててね。うん。素敵やな、おしゃれやな。奥さん結構ママおしゃれやね。そう。これはこれがもうこれ1ヶ月かかって穴だらけの車をやっと直して。うわ、速攻かかるやんこれ。すごい。これなんていう車ですか？ブルーバード312。ブルーバード書いてある、ブルーバード312。うん。これはちなみにおいくら前ですか？これでも100万までやな。100万まで、100柿の、うん、柿の種。柿の種、はいはいはい。え、これトランク見してくださいよ。トランク？うわすごいなこれ。ここでこうやっと。ああ、うわぁ、すごい。これガソリンタンク？ガソリンタンク。もしかしての。ああうわめちゃめちゃレトロ。ほんでトランク閉めたらこれをこうやらなかった。はいはい。もう一回やって、もう一回やって。こうやったと。こうやったと止まる。はい、はい。ほんで手でこうやって、こう。これがこうなってんねや、ここに。こうやって止まるね、昔。すんげえな、これ。ほんでこうやってトランク閉める。はい、話しますよ。はい。鍵もちっちゃい。昔のはな、鍵が量産あんねん。めちゃめちゃちっちゃい鍵。あ、もうブレーキがもう無理やね、これ。ブレーキ上がる。うん。これサイドブレーキで止まってる。いやー、すごいわ。すごい。こいつがまた個性のある顔つきやねん。あ、こいつね、これ何ですか？パプリカ。パプリカ。パプリカ？うん。パプリカ。食べるやつちゃうで。それパプリカ。これ、ここがかっこいいやろ。パプリカ。ここがかっこいいやろ。な。これトヨタに1個だけ部品があったの、はい、このガソリンポンプ。あ、これね、うん、はいはいはい、トヨタに残り1個や言われた、はい、このガソリンポンプがあかんかって。ああ、なるほど。これがこれで空冷でしたね。空冷ね。ポルシェと一緒よ。クーレー。あ、クーレーね。いやー、すごかった。マサピさん、お願いいたします。マサピ君も。マサピ君も。定年して、まあ、これ趣味やったしか聞いてなかったんですけど。ああ、そうそう。もともと何やってはったんですか？もともとね。車関係とかじゃなくて。いや、車関係じゃなくて、試作員ってしてる。新しい商品出る前にデザイナーが要するに考えてデザインしよるわけ、はい、模型屋さんよ。なるほどなるほど、はいはいはい、まあ、だからこういう細かい作業が好きなんですね。好き好き好き。はあ、もうそれが何年やってはったんですか？僕は1代で25から商売始めた。会長なんですか？一応会長。あ、すみません、おじさんおじさん言うて。いやいや、じゃあそんなんええねん。これ皆さんご存知じゃないかもしれないですけど、言うときますけど、なんかマサピーすごいな、マサピーすごいな言うてますけど、すごい。いやいや、この人もっとすごいですよ。いやいや、あのテレビ動画見たら、この人もっとレベルちゃいますか？時計1億8000万ぐらいですか？いやいやいや、やめなさい、やめなさい、やめなさい。そんなこと言いなさい。だからもう道楽でやってるみたいな感じですね。もう道楽しかない。最初来た時、ここ来た時、売り物ちゃう言うてましたもんね。うん、売らへんねん言ってました。趣味でやってんねん言うとか。はい、ああ、今度は、例えばね、例えば まとめてか、まあ、売れたとするじゃないですか。うん、僕じゃなかったとしても、仮に売れたとしても。いや、僕しか向いてないんだよ。まあ、まあ、売れたとするじゃないですか。今度は何するんですか？もう隠居しよう思って、ゆっくりしよう思って。いやいや、もうゆっくりしたら、
死んでまうから、はい、吹けますよね。そうそう、だからこれ、はい、去年の3月からこれやりだしたと思う、はいはいはい、であの時にこう急車にポンとはまってもうて高胆がそっからが病気になったんだ。もう一日ずっと毎日みんな気が収まれん。何本ぐらい使ったんですか。だから結局は大体7000ぐらいは使ってるはずで、はあ、でしょうね。あ、だだだだ、見てください、うん、ファンが来たわ、また、うん、そうそう、これちなみにこうやって今みたいにファン来たりします。もう何人来ますか。俺それシャッター閉めてあるんです、ね、僕もその口だったもんね、ボーン来て、うん、僕確かロールショーですね、行って、もうしょしょ、あ、そうそう、ね、黄色のね、はい、YouTube 見てから、いやいや、そのクラブがわさびさん、わさびさん、いや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 、この人余裕ですわ。もう早く交渉しましょう。いやいやいや、すごいな。いや、いや、もう素晴らしいですね。それだけがもう、次回は本来一回もう買うつもりで来ようか。いや、次回はそう、ね、交渉第2弾で、第2弾で僕何か買いますよ、絶対に。何回あったらあかんねん。全部は無理やと思いさ、そのいや、だっていらんもんもあんもん。そりゃしゃあないやん。だけどほんまにね、よく出会いをさせていただきました、はい、どうもありがとうございました。わさびーチャンネルでした。グッドボタン、チャンネル登録よろしくです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか次は試乗させてください。 Z 回してもらったら、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  乗りたい車言ってくれたら、 おまけ、うん、そりゃそうやわ。10台言ってくれたら10台全部用意してもらったら、なくなるから行きましょうか。おいくな。